西浦勝一は、高知県高知市出身の元騎手、元調教師。自給者所属の調教助手であった、西浦昌一は長男。島原で生まれるが、後に、高知へ移住。高知競馬の調教師であった父、孫一の影響もあって、少年時代を馬の近くで生活していた西浦は、当たり前のように騎手を志した。その胸を父に伝えた際に、 手になるなるら、地方より中央の方が良いという勧めで、父が中央を抹消された馬を受け入れたりしていた、関係で付き合いがあった、阪神土門県自級者を紹介されて、弟子入りが決まった。中学卒業後の1966年に、馬事公延期主要成長期課程へ入所し、3年間の修行期間を経て、終了後の1969年3月1日に、 京都第一競争4歳未勝利、スタトロジニーでデビュー。4月13日に、阪神第五競争5歳、以上300万下、三島ホープで初勝利を挙げたが、この年は18歳から23歳まで26人もの新人騎手が誕生した年で、西浦は88戦して、わずか2勝しか挙げられなかった。二年目の九百七十年も十三戦三勝と、 将来が思いやられるような成績が続いたが、師匠のドモンは、よほどのことがない限り、旧車の馬には弟子たちを乗せる、調教師であったため、成績が上がらない時でも、旧車の馬で経験を積むことができた。研修生として旧車に来ていた時から、夕食を挟んで夜遅くまでドモンの話を聞かされるのが日課となっていた。普段のドモンは、思いやりがあって、 優しい父親のような存在であったが、仕事になると厳しい師匠であった。競馬で負けても怒られなかったが、勝った時には呼ばれて2時間3時間と、説教されていた。西浦は、気が急いで早めに馬を追ってしまうところがあったため、土門は厳しく叱り、仕掛けるタイミングの大切さを繰り返し教え込んだ。5年目の1973年からは、平地競争に専念し、同年には、 グリムラクイーンで玉椿記念を制して、重賞初勝利を挙げる。当初の10年ほどは目立たない存在であった一方、栗田勝からは、モンさんの西浦優子は、実に、キザも安定し、将来性十分との票も送られていた。1977年に、自給車のアイノクレスピンで、ン馬クラシック戦線に参戦し、初めて票舞台で注目を浴びる。インターグロリア。 リネアクイーンと共に最強頻馬世代の一頭と呼ばれたドウ馬は、大箇所5着、優秀頻馬は12日前に交通事故による怪我のため起乗できなかったが、エリザベス女王杯は一番人気に押されて4着と無冠に終わった。1979年にロングエース3区のテルテン流で NHK 杯を勝ち、関東のファンにも名前を知られるようになった。28歳で、 東京優秀に初めて起乗し、ゴール100メートル前までは、桂の敗水湖と競り合うも最後に力尽きて3着となったが、直線でうちに遮光して2着のリンドプルバンの進路を、妨害、起乗停止処分を受けてしまう。そのテルテン流で1980年には、中京で開催された宝塚記念を制覇し、初のビッグタイトルを手にする。レースではスタートこそで遅れたものの、 一周目の直線で後方から行位に取り付き、最後の直線で意をついて追い込んで勝利した。これを契機に他球者からも有力場への起乗を依頼されるようになり、1981年にはアグネス・テスコでエリザベス女王杯を制覇。前走の京都牝馬特別で2着に敗れた反省を踏まえて起乗し、後に会心のレースだったと振り返っている。 終始5、6番手を進むと4コーナーを回ってライバルたちが動き出した中ギリギリまで仕掛けを遅らせて首差の勝負をものにしたこの二投による活躍で関西の中堅実力派としての地位を確立し1982年には勝ち数を30勝まで伸ばして全国26位まで上昇する1983年秋より土門の長男で 弟弟子の土門ン・美が管理する桂木エースの主戦騎手を務める。京都新聞杯を勝って臨んだ。菊花賞は20着と大敗したが、1984年には産経大阪杯、京阪杯と重賞2連勝の後、宝塚記念では2番手から抜け出して鈴鹿小番ら、競合を下して3連勝で GL 初制覇。秋には指導戦の毎日王冠でミスター CB を、 抑えて勝利し、天皇賞5着を挟み、ミスター CB シンボリルドルフの新旧三冠馬対決が、話題を独占する、ジャパンカップに参戦。宝塚記念を制した時には、中距離の王者と称されていたカツラギエースも14頭中10番人気と、人気薄の完全な復平であったが、西浦は、陣営と相談を重ねて様々な秘策を講じた。 長距離でカツラギエースを落ち着かせるために、初めて面子を装着したほか、通常より手綱を30センチメートル長く持って、リラックスさせ、距離を克服しようとした作戦が、見事にこう奏うす。レースでは初めてスタートから先頭に立つ逃げを見せ、交渉面では2番手を10馬身以上引き離す、大逃げを打つ。直線で、イギリスのベッドタイムラ後続を一度引きつける余裕を、見せ、 絶妙なタイミングでスパートしてそのままゴール。無敗のシンボリルドルフに初めて黒星をつけ、創設4年目にして初の日本馬優勝を果たした。西浦はこの勝利について見てる人もまさかと思ったでしょう。乗ってる僕自身が勝った。っていう喜びじゃなくて勝ってしまったという感じでしたから。不安というか困惑というか、そんな感じでしたねと10回しており。 この勝利によって、西の浦には、世界の西の浦という異名が冠された。1985年には、カツラギ拝伝で、阪神三歳ステークスを制し、騎手も馬主も調教師も急務員も、カツラギエースということで話題となる。クラシックでも期待されたが、故障などもあって対戦できなかった。1988年には、八重の無敵で、サツキ賞を制して、クラシック競争を初制覇。 この年の札ツ賞は中山が改修工事のため東京で行われ、1枠1番からコースタートを切ってそのまま内側の4、5番手を静かに進み、直線では周囲の馬よりも仕掛けのタイミングをワンテンポ遅らせてインコースからスルスル抜け出して勝った。1989年には4 8 4 3勝と生涯最高の数字をマークし、38歳にして、 炎熟期を迎えていたが、40歳を過ぎてからは、体力の衰えと若手の対等で、活躍の場が少なくなる。土門賢治の定年引退を控えて1992年よりフリーとなり、1993年に京都で行われた CBC 賞の都市グリーンが最後の重賞制覇となった。1996年の長教師試験合格に伴い、 2月29日付で現役を引退。最後のこの年は、平安ステークスで大墨レパードを2着に導き、同18日の京都第11競争予度短距離、ステークスフィールドボンバーで最後の勝利を挙げた。最終騎乗日となった同24日は、阪神で3案に騎乗し、メインの第11競争2側ステークスでは、単勝1.8倍の一番人気に押された。 大隅レパードで最高峰から追い込むも2着、最後の起乗となった第12競争4歳、以上900万下、サイクロンホースで8着であった。引退後は、技術調教師として1年過ごし、1997年3月1日に、定年引退した、伏せただしの後を引き継いで旧社を開業。同日に、中京第6競争4歳、以上500万下、サンセットムーンで、 初勝利を挙げると、5月には、ネイハイジャパンが、京都大障害を制し、開業を2ヶ月で重傷初勝利を挙げた。川上プリンセス。西の浦旧社では所属場が出走する際に、大々色と水色の縦地まで統一された柄の、面子を着用させている。伏せに所有場を予託していた、竹園忠しがそのまま顧客としてつき、2000年には、テ m エムオーシャンが、 阪神三歳牝馬 S に優勝して、GI 競争初制覇を果たす。同馬は2001年にも、大歌賞、週歌賞の牝馬2冠を制して、JRA 賞最優秀三歳牝馬に選出されたが、同年より、バレエ表記が、従来の数え年から、出生年齢を0歳とする形に改められたため、旧表記三歳の前年から2年連続で最優秀三歳牝馬に、 選ばれるという陳事ともなった。2006年春には、川上プリンセスが、品馬クラシックの優秀品馬を制し、オーシャンの2巻と合わせて、西浦は調教師として、史上8人目の品馬3巻を達成。同馬は、周華賞にも勝利して、オーシャンに次ぐ2巻品馬となり、最優秀3歳品馬として表彰された。2013年春には、北たる前が、 地方競馬との統一重賞、柏記念を制し、ダートの GI 級競争を初勝利を挙げた。2000年以降が、本田優、角田孝一への騎乗依頼が多かったが、本田・角田の引退後は、長谷川博大、池添健一等への依頼が多い。一方で、竹豊、藤田慎嗣への騎乗依頼は、 あまり多くなかったが、2012年の春頃から部への起場依頼が多くなっている。2021年2月28日をもって、定年のため長教師を引退。受賞を主な起場場括弧内は、西浦帰乗時の優勝重賞競争を主な管理場。ありがとうございます。